ということで、ドンキーコングからのボビーオロフォンを お送りいたしました。刑事チャンネルです。どうも皆さんこんにちは。いや先日さ、まあドンキーコングニンテンドースイッチ版のねトロピカルフリーズを買ってからというものを、もう何かってえとゴリラのモノマネがしたくてしたらさないんですよ。ふざけんなよ、まあ、こんな感じなんですわ。これなんかこれハゲてんだこれ完全にな。危ない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 、角度や髪型によっては完全にハゲているこのゲージチャンネルも、まあ童心に帰ってね、ドンキーコングやってたりするっていうわけなんですけれども、そんなわけでね、今日はですね、ゲームの週間売上ランキングを、みんなで一緒に見てワイワイしていこうよっていう、そういうね、動画となっているわけなんですよと。舞台はゴールデンウィーク真っ只中の4月30日から5月の6日までの1週間となっております。大きいソフトで注目されるソフトで発売されるっていうと、やっぱりそのうらけんなよなので、まあボビーオロゴントロピカルフリーズじゃなくてドンキーコング、トロピカルフリーズが、まあそれぐらいかなっていうところだと思いますね。あーゴールデンウィークってやっぱりゲーム売れちゃうんだろうね、売れちゃうんだろうね。どっか出かけんのかな。いやでもみんながみんな出かけるわけじゃないじゃないですか。だから一定数やっぱりさ、まあお家で過ごす時間を作る方がいるわけだから、やっぱりゲーム減っちゃうよね。それこそね、僕あれですよ、あの任天堂スイッチのそのドンキーコングを買いに行った時、僕あの合計4件はしごしたの。売ってなかった、売り切れてたからさ、ドンキーコングがね、そのうち1件のゲオで、ああなかった帰ろうっつって肩を落として帰る時に、その小学生らしき子がお父さんと一緒にこう Wii の箱を持ってゲオに入ってく、完全に売りに来てるでしょ、これ、Wii をね。それ、Wii を売って、Nintendo Switch 買うつもりでしょ、その感じは、みたいな。そういうご家族にね、出くわすなっていうこともあってね。うん、俺、なんでさっきからゴリラのモノマネしてんねん、これ、猫の T シャツなんだっていう。とんでもない矛盾を抱えながら、早くランキング見せろよという皆様の声にお答えをして、ふざけんなよ、神々じゃねえかよ、ということで、ちょいちょいボビーオロゴン、今日入んのかな、入っちゃうのかな、とかって思いつつも、じゃあ、早速なんですけれども、今週のゲーム売上ランキング、ちょっと見てみましょうか。せーの、こんな感じだよって、ドーンと、はい、いやー、そうですよ、そうなんですよ、ねえ、まあ、まずは落ち着いて1位から順にね、ちょっと読み上げてみましょうか。1位、任天堂スイッチ、ドンキーコングトロピカルフリーズ、まあ、そりゃそうだな、88,421本でした。2位、PS4 の、実況パワフルプロ野球2018ということで、39,430本。トータルが164,260本まで届いております。すげえすげえ、パワープロまだまだ売れそうですね。余裕の20万本は超えていきそうです。3位、任天堂ラボトイコン01、バラエティキット、32,244本ということで、売上がトータル148,568本。ああ徐々に徐々に伸びていってますね。4位、星のカービィスターアライズ、31,377本、合計が482,816本ということで、まあ来週にはもうね、50万本超えていくだろう。いやゴールデンウィーク終わったから売り上げ数ぐっと下がるかな、来週どうなんでしょうね。まあでも星のカービィに関しては50万本もうね、ハーフミリオンが余裕で見えちゃっているという形です。5位、スプラトゥーン2 29,850本か、でトータルが229,7437本。もう恐ろしいですね。これ去年出たソフトなんだけど、6位、マリオカート8デラックス、こちらも 23,983本と、トータルが152,000とどんどん伸びてってる。7位、ゴッドオブウォー、16,497本、トータル売上92,105本まで伸びてきています。10万本見えましたねと、日本国内の売上でも10万本を、見えてきていると。8位、PS ビータ、実況パワフルプロ野球2018、売上本数が15,867本で74,303本、ですね、トータルが。PS ビータの方も10万本狙えるかどうかなっていうところまで入ってきました。9位、これまさかの意外ですよね、スナックワールドトレジャラーズゴールドが、先週失速していたところが、これゴールデンウィーク入ってみんな一気に買い始めたということで、12,654本売れてます。トータル売上はまあ74,638本という形になっております。
10位スーパーマリオオデッセイ、売上本数11,873本で、トータル売上が、171,6639本という形になっております。すごいぞこれ。これはもう任天堂スイッチ無双だよね。任天堂無双だね、言い方を変えてくるとね。まあレベル5もちょっと噛んでいるんだけどね、スナックワールドとかね。任天堂スイッチのソフトがもう全部任天堂のソフトだよ。恐ろしいですよね。これがキングオブゲーム会社か、という感じがしますというところです。で、ゲーム機本体の売り上げなんですけど、スイッチ、任天堂スイッチが53,113台売れてます。毎週 3,4 万売れてたところなんですけど、毎週のその売り上げよりも1万台近くね、上乗せしてきてるよというところです。で、先週ね PS4 のその在庫が入荷して、だからゲオどこ行ってもさ、PS4 入荷しましたってでっかい貼り紙ガンガン貼ったってさ、そんな感じなんで PS4 も売れてます。通常版の PS4 が25,000台、25,064台ですね。 PS4 プロが9,930台という形になっております。これね、気になるのがね、1位のドンキーコングなんですけど、どこ行っても売り切れだったんですよ。結構僕のその生活テリトリーに関しては。皆さんのところはどうだったんでしょうかね。結構その消化率高いのかなと思ったんですけど、思いのほか10万もいかないんだなと思ってますので、まあこれトロピカルフリーズって、まあ、Wii U で出してたゲームなんでね、完全新作みたいにドカーンって売れるもんではないのは分かっていながらも、どのくらいなんだろうっていうのはちょっと全く予想できなかったんですけども、消化率は結構いいと思うんですよ。多分ね10万本ぐらいを流通させてたのかなって、そんな感じですね。まあとはいえね 4.5 店舗ぐらいしか見てないのでちょっと何とも言えないところですけどね。ちなみに Wii U の時はそのドンキーコングトロピカルフリーズの売り上げは初週 35,717本ということなんで、 Wii U の頃よりも圧倒的に勢いをね増していると。倍以上売れてるわけですからね。いや、じゃあ面白いですもん。もうずっと俺あれやってるもん、デンデデン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 ってデンデデン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 って何言ってるか分からない、これ何言ってるか分かんないですね。そんな感じなんですよ。もうね、 X ボタンを押してデンデデン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 ってずっとやってるからね。でさ、女の子のキャラがいるじゃないですか。そのドンキーコング、お猿さん、お猿さんじゃない、ゴリラのね、そういう名前がさ、確かディクシーだっけ、ね、びっくりしちゃって俺、デュクシーでござるよって、デュクシー、まあ、そんな感じなんですわ。そんな感じですということですね。でね、相変わらず任天堂ラボはロボットキットが売上が低くて、バラエティキットがすごい売れてるという、そういう偏りを見せておりますね。で、任天堂ラボに関しては、ただそのドンキーコングとは逆で、消化率はそんなにね、良くないと。まあ、どこのお店行ってもある程度本数は残っていると。ただ、これ別にね、消化率良くないね、任天堂ラボっていう発言をするたびにですね、なんか、ネガキャンかって言われるんですけど、全然そんなことない。すげえ売れてんじゃん。あんなさ、今まであったゲームの常識を覆すような新しいものをバーンって出していきなり10万15万って売れるってこと自体がかなりすごいと思っているので、これはなんかね、単純に成功だとは思うんですよね。まあ現にこうしてランキングの上位にもいるわけですからね。まあそんなこと言ったらもうね、ゴールデンウィークのこの任天堂スイッチ、祭りだからね、ほとんどの10位以内のランキングはほとんどが任天堂スイッチ。ちなみにこれね、20位以内っていう見方をしてもほとんど まだ任天堂スイッチがほとんどなんですよ。そのランキング10位以下で任天堂スイッチ以外に入ってきてるのってファークライ5が15位、これ PS4 ですね。あと18位にブラボーチーム、VR のゲームですね、これ PS4 ですね。で20位が 3DS、動物の森だったりとか、そんな感じなんで、まあ、であとはゴッドオブウォーですね。ゴッドオブウォー、いやー、洋芸でもさ、結構こうやって安定的に、なんだろう、その10万本超えてくるぐらいの売り上げになってきてるわけですよね。それこそあれですよ、そのゴッドオブウォーに関しては、ね、発売から3日間で全世界売り上げ310万本、過去最高のね PS4 独占タイトルのスタートダッシュだよっていう、
話が出てからのこれなんで、まあ、日本でもね、こうやって洋芸がどんどん人気になってくれたら嬉しいなと思います。ファークライ5もなんだかんだで13万本とか売れてるわけですからね。本当にすっごいね、ゴッドオブウォーいいゲームなんでね、まだまだまだ売れてほしい、まだまだ売れてほしい。もっと多くの人にね、この素晴らしいゲームをね、まあ体験してもらいたいなってね。なんか全然なんかその別に俺が作ったわけでもないのに、なんとなくそんなことを思っちゃったりするっていう、まあそんな感じの、まあ今週のまあランキング見ての感想でしたというところです。皆さんはゴールデンウィークどうでしょうか。何をね、買ったのかっていうところもちょっと気になったりするところではありますけれどもね。まあ5月はね、この後その発売されるゲームって結構後半までね、あんまりないんですよ。任天堂スイッチも次なんか出るったら、ロックマンのなんかそのあれでしょ、コレクションのやつが5月の末24日とかだったかな。 PS4 とかだと、まあ、17日ぐらいから、まあ、ソフトがバンバン出だすんですけども、まあ、対策とか注目作っていうと、僕が個人的に注目してるのはデトロイトとか、あとダークソウルリマスターとかだったりするので、本当にもう月末とかまで、まあなんだろうな、これといった大きいソフトは出ないのかな。ちょっとね、まあ、後でまた調べてみますというところです。まあ、そんなわけで、まあ、来週のね、ランキングの気になる感じは、まあ、ドンキーコング、ね、どこまで勢い伸ばしていくのかなというところと、まあ、PS4 勢でいうと、ゴッド・オブ・ウォーが、まあ、10万本乗っかってくるかなとかっていうところです。まあ、ここまで来たら、もう、スプラトゥーン2は一体さ、これどこまで伸び続けるかっていうところも、まあ、要注目のね、一つだと思うんですよね、ということです。まあ、スプラトゥーン2がこんだけ売れ続けてたら、スプラトゥーン3出ねえぞいいのかいいのかねえ、グランドセフトオートだってあれ、まあ、ずっと売れ続けてるから、まあ、新しいの作る必要ないね、みたいなね、こと言ってたじゃないですか、誰かが。いや、なんかそういう記事をどっかで見たことがあるんですね。まあそりゃそうだよね、とかってちょっと思っちゃったりもするわけですからね。ということでね、今週のゲームランキングの動画でした。皆さんぜひゴールデンウィークに遊んでたゲーム教えてくださいということで、ケンチャンネルの動画でした。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあ皆さん、ゴールデンウィークも明けてしばらく経ちましたけれども、元気にやっていきましょう。じゃあね。うがく、うがくなよ。